異世界は日本のフィクション作品のジャンルの一つで現代とは別世界を舞台にし現代から異世界へ行く物語でもある。物語の類型としての異回転異端は古事記の時代から見られるが欧米ファンタジーの影響を受けた異世界召喚者の講師は高千穂遥、か異世界の勇士と見られている。1992年から刊行されている十二国旗シリーズが 累計1000万部を突破する人気作となるなど、異世界ノは継続的に人気を得ているが、今日のジャンルの広がりは、2002年から個人サイトでオンライン小説として連載され、2009年に書籍化されたソードアートオンラインのヒットや、2004年から刊行されたゼロの使い魔のヒットから、小説投稿サイト、小説家になろうに異世界ノの作品が多数投稿され、 そこから書籍化、アニメ化される作品が増えていったことを発端とする。ヒーロー文庫、アルファライト文庫など、事実上の異世界専門レーベルも相次いで創刊され、異世界を舞台にした作品が多くあるジャンルが、ナロー系と呼ばれるようになり、2015年から2016年にかけて募集、選考された、小説家になろう、開催の、 第4回ネット小説大賞では受賞作が、のきなみ、異世界ものという事態になった。異世界を題材にした作品があまりにも増えているため、2017年には、角川のライトノベルレーベル、ノベルレー主催の小説コンテストや、文学フリマ並びに、小説家になるを共同主催のコンテストではこのジャンルの作品を投稿することが禁止になった。2018年に、 週刊少年ジャンプが開催した新人賞 J スタートダッシュ漫画賞の投稿作で一番多かったのは主人公がいきなり死亡したり死後の世界から始まるもので同志は衝撃的ではあるが単に馴染みのない人間が死んでいるというだけでは興味を持ってもらいにくいぞどんなキャラクターがどんな死に方をするのかというところまで踏み込んで描写してみようとしている 異世界転生を競技化し娯楽として観戦するなど、ジャンル自体をパロディ化した作品も発表されている。小説家になろうでは、異世界転生と異世界転移を、以下のように定義している。異世界転生は一度死亡し、別の人物として転生すること。当てはまるものに、無色転生異世界行ったら、本気出すや、私、能力は平均値でって言ったよね。などがある。 前者は転生直後から前世の記憶と意識があるのに対し、後者は成長してから前世のことを思い出すといった違いも見られる。異世界転移は何らかの形で異世界への移動を果たすこと。当てはまるものとして、ふとした表紙に突然異世界に移動してしまう、リ、ゼロから始める異世界生活などがある。異世界食堂や異世界居酒屋、ノブなど何らかの形で、 現実世界と異世界がつながっている設定の作品も存在する。その他、この素晴らしい世界に祝福を、や、異世界はスマートフォンと共に、など、現実世界で一度死亡しながらも、人物としての同一性を保ったまま、異世界に移動するという作品も存在する。ハロルド・シェイシリーズや、遥かなる異教ガーディアンのように、現実世界から人為的な方法で異世界へ手にする。 作品もある。十二国旗シリーズでは、複数の人間が異世界へ転移するが、異世界側では、人が生まれる前に流されて、地球で生まれることがある、という設定もある。また地球で生まれてしまったが、異世界へ連れ戻される人物も登場する。また、異世界転移の類例として、働く魔王様、などのように、異世界から現実世界に転移する作品、あるいは、 ゲート自衛隊彼の地にて、各戦い入りのように、現実世界と異世界を行き来する作品もある。ありがとうございます。